始まりました魅力発信板橋ナビ。今回はこちら、新しくオープンした板橋区立中央図書館をご紹介します。何でも50万冊余りの蔵書を可能とした広さがあるそうです。できたばかりの図書館、楽しみです。早速行ってきます。3月28日にグランドオープンした中央図書館。11ある区立図書館の中心となる館は、昭和45年常盤台公園に開設されました。旧館は50年近く活用されましたが、老朽化に伴いおよそ3年かけて工事が行われ、平和公園の緑に包まれた空間に新設されました。外館には直射日光を遮る庇しルーバーを設置。これにより本の日焼けや読書する環境を整えてくれます。3階まで吹き抜けとなっているエントランスで館長に伺いました。すごい空間ですね。3階まで吹き抜けで、はい、本当に開放感ありますよね。ありがとうございます。こちらが新しい板橋区の立中央図書館でございます。ようこそお越しくださいました。リニューアルにあたってどのようなコンセプトにしたんですか？はい、今回の、図書館の建築にあたっての基本理念としましてはですね、未来を育むという、次世代の子どもたちにつないでいくという視点、それから心の豊かさと新しい価値の創造という地の拠点としての視点、またですね、この公園の中にできる緑と文化、そういったものを象徴する図書館、そういった視点をですね、コンセプトに建築されました。以前の中央図書館とは大幅に変わってると思うんですけども、はい、具体的にはどのようなところが変わってますか？はい、旧館と比べてですね、およそ敷地が2倍になっております。それに伴って蔵書の数もですね、最大で50万冊の収蔵が可能になっております。そういった資料の活用、それから公園と一体化したですね、ロケーションを活用した図書館のを目指しているといったところでございます。そういったところが大きく変化されているところだと思います。1階は幅広い世代のつながりを創出する空間として、本庁にあった板橋ボローニャ絵本館が併設されました。ここには北イタリアのボローニャから寄贈された絵本が置かれ、世界およそ100カ国3万冊70言語の海外文化に触れることができます。新設にあたり、中央部分に友好のシンボルが作られました。ボローニャ絵本館にやってきました。こちらのオブジェがすごく目につきますけども、はい、こちらはですね、ボローニャ絵本館の中心にありますボローニャギャラリーというものです。こちらはですね、ボローニャ市、ボローニャ大学との協力を得まして、新しい中央図書館のこの開館にあたってデザインコンテストを行ってですね、その最優秀賞に選ばれたデザインをもとに今回制作されたものです。色合いが可愛いですよね。こちらのデザインはですね、ボローニャ市内に40キロ余りあります回廊建築のポルティコをモチーフにして作られています。この中にはボローニャにちなんだ絵本や画集などが並び、天井には公園の名物である桜のイラストが描かれています。加えてその建物の色合いを生かし、館のポスターを駒形克美氏がデザイン、図書館員のエプロンにも採用されています。他にも横にある児童コーナーは4万6000冊の児童書が揃い、絵本の町板橋を体感できる場となっています。こちらはどういったスペースなんですか？はい、こちらはですね、児童コーナーにあります絵本の森というタイトルで、作られた空間です。乳児さんや幼児さん、親子連れのお子さんがですね、靴を脱いで、くつろげるような形で紙芝居であったりだとか絵本を楽しんでもらう、そういうスペースになっています。周りを見渡せば相当な数ありますよね。はい、そうですね、絵本に囲まれながら、絵本を楽しむ、そういう時間を過ごしてもらいたいなと思います。隣のですね、ボローニャ絵本館、3万冊の絵本があります。こちらとつながりまして、全体で絵本の街っていうのを体験してもらいながら育っていってもらいたい、そういうふうに思っています。1階の入り口横には図書館と公園利用者の憩いの場として
カフェドクリエプラスがオープンしました。図書館にカフェが併設されてるなんてすごくいいですね。 ありがとうございます。図書館の本をこちらで読むことって可能なんですか？はい、図書館の中でですね、貸し出しの手続きを済ませればこちらにお持ち込みいただいて読書を楽しむこともできます。飲み物はもちろん、デザートや軽食も楽しめるこちら。館長がぜひ食べてほしいというメニューがボロネーゼです。はい、こちらのメニューはですね、開館に際しましてイタリアのボローニャ市にちなんだメニューで、ボロネーゼのパスタでございます。どうぞご賞味ください。あ、そうなんですね、つながりがあるんですね、はい、では早速いただきます。すごくボロネーゼ濃厚ですね。 ありがとうございます、うん、でパスタも少し細めで、すごく美味しいです、はい、あ、いいですね、ここイタリアを感じながら ありがとうございます食べることできますね、はい、ちょうど隣がボロニャ絵本館の位置になってますので、ね、うん、いいですね、はい、カフェの裏側にはスクリーンを使った上映会や最大90人を収容できるホールを完備、イベントなどでも活用できます。2階は一般向けの図書や雑誌などが置かれ、その中心にはインデックスコーナーが設けられています。こちらはですね、インデックスコーナーといいまして、2階はですね、たくさんの情報が集まっている中心的なフロアになっておりますので、そちらの書籍、話題の本だとか最新の本を紹介するコーナーになっています。それぞれですね、こちらに手に取ってもらいながら、その本をきっかけに、それをそのまま読んでいただいてもいいですし、その本をきっかけにですね、興味の赴くままに書棚の方にこういざなっていく、雑誌であるだとか新聞であるだとか、そういったところにもつないでいければと、そういった形のコーナーになっています。ここでは手に取った雑誌や新聞などを気軽に読めるソファーも置かれ、学習や発表会などに使える多目的ルームもあります。1階は児童向けでしたが、2階ではその上の10代の若者向けに作られた空間が設けられています。こちらはティーンズコーナーということですが、はい、どういうコーナーになるんですか？はい、こちらはですね、10代の方を中心に優先して利用できるコーナーで、図書資料もですね、ライトノベルなど10代の方が興味をそそるようなですね、本を、また雑誌なども揃えております。すごいゆったりできそうですね。そうですね、うん、また読書だけではなくですね、10代同士がこう集ったり語らいの時間が持ったり、そういったこともですね、できるようにしたいと思っていまして、奥には、ティーンズルームという部屋も作りまして、うん、語らいの時間であるだとか、有志が集まっての活動の時間だとか、そういった読書以外のところでもいろんな体験が積めるような場所にしております。あ、いいですね。なんか図書館っていうと本当静かにしなきゃいけないっていうイメージありますけども、はい、中で一緒にこう勉強する、はい、っていうことも可能なわけですね、はい、そうです、集いであるだとか語らいである、そういったところも10代にとっては大きな学習であると、そういう立場からですね、こういったコーナールームを作っております。図書館では緑に囲まれた環境を生かし、いろいろなテラスが作られています。こちらはにぎやかテラスということで、こちらは2階のにぎやかテラスになります。にぎやかテラスということは、はい、こちらでにぎやかにしてもいいんですか？そうですね、先ほどご案内しましたティーンズコーナー、ティーンズルームのすぐ近くにあるテラスになってます。そちらのご利用になっている10代の方とかもこちら出てきていただいて、ぜひ楽しい時間を過ごしてもらいたいな、そういった思いでにぎやかテラスとなっています。本をここに持ち込んで読んでも OK。 そしてこの場所で大丈夫なことは、なんか入り口のところで見たんですけども、飲食もできるという感じで書いてあったんですけど、はい、こちらのテーブルとか使ってですね、飲食していただいて結構です。あ、いいですね、なんか図書館っていうと本当飲食禁止じゃないですか、はい、休憩の合間とかにここで自分でね、はい、お弁当とか持ってきて食べて、はいはい、また勉強する、本読むっていう風にされてもいいですよね。そうですね。他にも公園側には
ニコニコテラスもあって読書が楽しめます。階が上がるにつれて落ち着きのあるフロアになっている中央図書館。3階はコンセプトを板橋区民の書斎とし、手元を照らす間接照明を施した作りとなっています。3階のフロアは他のフロアとガラッと雰囲気が変わってシックで落ち着きがありますね。はい、こちらはですね、3階のフロアは館内で最も静かなフロアになっています。落ち着いた雰囲気の中で勉強をしたり読書をしたり、ゆったりとしたそれぞれの時間を過ごしていただけるようにとしたテーマになっています。ちょうどこの後ろにある板橋コーナーと書かれているんですけども、はい、このコーナーは何ですか？はい、こちらはですね、板橋区内の文化歴史などの情報を収集した特設のコーナーでございます。でまた後ろの方にありますが、板橋本町にあります板橋区立の公文書館と連携しまして、民族学者の桜井徳太郎さんを特集するコーナーを設置しております。ここは本当に区ならではのコーナーといった感じですね。はい、そうですね、区内の方だけではなく区外から訪れた方にも分かるような情報を集めて発信したいと思っています。この裏側には桜井徳太郎氏の著作やそれに関連した民話などの資料を多数取り揃えています。桜井徳太郎先生は板橋区史、こちらのですね、資料の編纂に大変ご尽力をいただきました。例えばこういった資料を紐解いてですね、それをもとにして、板橋の郷土史の調査であるだとか調べ物であるだとか、そういったところにこう広げていく、そういったきっかけになるような活用の仕方ができればなと考えております。同じフロアには図書館員が利用者の学習や調査を支援するコーナーが設置されました。こちらはレファレンスカウンターといって、調べ物、学習、深い学習であるだとか、調査研究をですね、図書館職員が支援するためのコーナーです。で後ろの方にご覧いただきますように、参考図書資料がですね、辞典などを中心に取り揃えておりまして、そういったものをすぐにご案内しながら調べ物の支援するサービスとコーナーとなっています。こういったものを調べたいんだけど、はい、どういう図書を見ればいいのかっていうのをこちらでは案内してくださるんですか？はいはい、職員が常駐しまして実際に、参考となるような資料を紹介したり、そういった資料が手に入る施設をご案内することができます。なかなかこれだけの数の図書があるとどれを見ていいかわからないですよね。そうですね、そういったところに優しくアシストできればと思います。この横には展示資料室と対面朗読室を設置。3階にも日差しがたっぷり当たるテラスがあり、こちらは大人向けの雰囲気となっています。新しくなった中央図書館ではコロナ禍にあたって自動貸し出し機などに区内初のシステムを導入。その中でインターネットで予約した本を受け取るサービスを紹介してもらいました。今までと同じ登録カードを使いますので、ちょっと実際やってみますね。はい、こういったカードを使ってまず予約紹介をします、はい、そうすると事前に予約していた図書資料が紹介されますので、はい、ここに、はい、A5、はい、B3 となってます、はい、でこちらの棚の方からですね、はい、実際にこちらですね、その書籍を取ることができます。あ、はい、簡単ですね。そうですね、はい、でこれはですね、図書資料一冊一冊に IC タグという、はい、こういう機能がついておりまして、こちらですか、はいはい、このデータ処理によってですね、こういった自動貸し出しや受け取りの機能が、はい、付加されているというものでございます。すごい便利ですね、はい、これだけ広い図書館で自分で探すのって大変じゃないですか、はい、そういう時間短縮にもなりますよね。そうですね、あとは登録カードを使い自動貸し出し機を通すだけ。その他に本の消毒機がありますので、ぜひご利用ください。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたか？これからも板橋の情報をどんどんお伝えしていきます。それではまたお会いしましょう。